こんにちは、くみぱんつです。今日はよくみんなに聞かれたりすることを答えたいと思います。よろしくお願いします。正直一回もなかったかって言われたらあったかもしれないけど、生まれた時から脳性まひでずっとこういう生活をしてきて、普通っていうのをわからないから、なんていうか、自分ではこれが普通なんで、別にこのまんまでもいいかなって感じです。逆に小さい子供たちに見てほしいくらい子供のお母さんが車の人をあんまり見てはいけませんとか、そう子供に教える方がちょっとと失礼かなって思うんで、だから大いに見てください。私は小学校1年生から、昔で言う養護学校に通ってたんですけど、ぶっちゃけ普通校に行くように養護学校でよかったって思ってます。なんでかって言ったら、養護学校に行ってたから、いろんな障害の子たちのことを理解できるようになったし、その先生たちもいい先生が多くて、なんていうか障害があるからこそ厳しく教えてくれたり、だから今の自分があるんやと思います。もし普通校に行ってたら、
こんなにいろんな障害のある人たちのことを理解できてなかったかもしれない。自分も障害があるのに、みんなのことを大変やなとしか思ってなかったかもしれない。だから、洋画はこれでよかったって思ってます。子供の時は、その養護学校の先生になりたくって、なれるんやと思って、高等部を卒業してから、通信制の大学で勉強してました。でも、やっぱり、よく考えたら、教育実習とかもあるし、ちょっと難しいかなと思って、その夢は、諦めたというか、まあいいかと思って、24歳の時に、パソコンで、デザインとか、絵を描く勉強をしたくって、職業訓練校に通うようになりました。そこから、普通の会社に、在宅で勤務できるようになって、そのお給料で今、推し活ができてます。っていうことで、よく言われたり、聞かれたりすることをお話ししました。よかったら、コメントに何か質問があったら書いてください。あんまりおかしな質問には答えないので、よろしくお願いします。じゃあねー。